へいよー、ケンツメシです。今日もね、暗がってくんですけども、先日ね、渋谷にてオフ会がありまして、そちらでね、視聴者さんの方とね、取り合う機会など、まあ、いつも動画見てますなど、へいよーなどね、写真撮ってくださいだなって感じで、楽しかったですね。参加してくれた方、ありがとうございますってな感じで、今日もね、動画撮ってくんですけども、今日はですね、こちらジャイスリースペクデッキで、ウルトラがウッドだけで、まあ、ウッドのところ、ヤナミでもいいですけど、ウッドかな。で、こちらのデッキをマルチで紹介していくんですけど、グラチャでも使えるし、無課金でも組みやすいデッキだと思うので、まあ、交流戦とかね、友達とのフレバトとかで使えたらいいのかなと思いますって感じで、無課金で一番強いジャイデッキは多分こんな感じなので、使っていきます。で、最近ね、ジャイも流行ってますね。多分ジャイプリも流行ってるし、まあ、クロスボウは相変わらず多くて、まあ、ジャイが多い。あとね、このデッキ、このデッキが流行ってる。この、アナホリーウルトラの、スケルトンバルーン。バレル、スケルトンバルーン。スケルトンバレルか。で、まあ、ジャイが流行ってて、そのダクネクとかネゲキとかインドラに対してやっぱマスケが優秀なんで、そのマスケを用いたジャイデッキ。では早速行きましょう。最近剣詰めし結構クラロア重くてですね。なんか多分クラロアを立ち上げた瞬間がめっちゃ重いです。クラロア立ち上げてすぐに、なんだマルチ行ったりすると 100% 読み込む前に 85% とかでずっと持ってて、で始まった瞬間もタワー1本折れてるみたいな。なんなんですかね、ゲームの容量とか。これ今やばい。こんな感じでちょっとカクつくんですよね。相手ユニットが出ると対応できなくてカクつくんですよ。それがね、非常にね、おつらい。今もなこれなんかつく、これなんか原因分かるしあったら教えてほしいです。単に携帯の容量が足りてないんですかね。カクつくんでめっちゃ遅れるんですよ、対応に。なので最近ちょっとクラロは全然できんですね。これジャイ出していきましょう。ジャイに対してのミニペ受けが強いので、まあ同系統メタですね、このジャイデッキは。あとやっぱウルトラレアがウッドしかないんで、まあ、組みやすいってとこですよね。ジャイマスケの形作って、相手動いてない。ん？落ちた？いや、謎謎、落ちる要素ないでしょ。落ちる要素ない。まあ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 、1回の防衛しかしてないですけど、ナイスゲーム。さあ、ガンガン行きましょう。あと2戦行きましょう。ラッキーですね、今の。今のはラッキー。まあ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 、強いて言うならば、まあ俺のいいやつで、まあ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 。あ、チーム消そうだ。サージゴムのとこのプロチームですね。さあ、この初手はまず待って、まあ、基本カウンター戦術なんで、これマスケ出しましょうか。これはちょっと重いんですよね、本当に。カクつくんで怖い。ヤナミとか来たらやばい。右は一発入ったな。OK、入るけど、こっちも一発。OK、反応してあげて。ジャイマスケが入る、ジャイが入る、ジャイが入る。あと4発でいこう。2、3、4、もう一発いく ?5、いいよ、おいしい。で、どうすかな。これマスケで受けるとバルーンの受けができないんで、ミニペで処理しましょう。んで、なるほどね。どうすかな。ローリングッドで手札回して削り入れて、マスケこっちから出すことでバルーンを出させず、こっちを警戒させ、出してきた。処理でき、マジでクララ重たいのはね、結構渋いですね。最近全然できてないんで、なんか開いても重たいんでね。携帯変えようかな。携帯変えたてのクララってもうめっちゃ最高じゃない？うん、ぬるぬる動く感じ。うわ、さっさと剥がしてあげて。一発あるね。
で、要塞攻め行きましょうか。これでコウモリとかを警戒してあげて、なるほど、一発入れて、一発入れて取り返されて、ミニフィルム出してあげて、バイブしましょう。回復で、もう一発かけまして、ねじ込めないね。バルーンが来そうなので、マスケを出してあげて。なるほどね。じゃあ、後ろ出しして、強いんですけど。間に合わん可能性があるんでね。ちょっと止めてあげて、一発。これはジャイでゴリ押す。あれだもん、うまいないで。これは返すべき。オーケー、危ない、ナイスゲーム。危ないね。マスケットガゴだけなんで、まあガゴがこうアイスピザップとかに弱いっていうのはまあ否めないかなと思いますね。なんでそこのケアは大事だから、マスケで受けるべきなのかっていうところは結構調節してあげた方がいいですね。さあ、あと一戦いきましょう。まあジャイサンスペこんだけ一番強いですね、本当に。多分無課金だったよね。まあ鬱陶のところ矢の雨でもいいかな。まあガゴもできたら矢の雨強いんで、まあそこは調整次第なんですけど、まあウッドの方がね軽いしいいかなって感じですね。さあ、1タワーリビング中にアーチャーが出てくる。ちょっとマジで重たいんでね、これないとちょっとね動画撮るのにも支障出るんで、クオリ質の高い動画撮れないんでね。これジャイ重ねて、このマスケアにザップカウトを打ちやすくさせて、ザップ打ったからガゴが入るんじゃねっていう。このアイスプーンがちょっとしよう。これなぁ、大砲入んねえもんな。一発ぐらい入らんか。入らんな。うん、大砲とアーチャー離されたらめんどくさいですね。まあウッドザップでアーチャー処理の、パイポで大砲処理が美味しいかな。あとはここらのマスケで大砲処理したいですね。こういう時にやっぱロリモットは強い気がします。大スピつけてあげて、はいはいはい、これでアーチャー誘いたいですね。アーチャー誘って OK、 マスケ出してファイブ打たせて、ホグブはまだコンボな。美味しいファイブですね。後ろからジャイ展開して大砲をねご利用していきましょう。後ろからご利用して、高回転デッキ強いっすよね。やっぱりナイトできね、やっぱナイトアッチャ大砲が強いね、圧倒的に。あげて、さあここ、この位置がねマスケ甘いんですよ。こいつはパンっていってあげるとね、絶って感じなんだけど、高回転が強すぎる。高回転がちょっと強すぎますね。こっちも高回転弱い。スペチャイとマスキで削り上げていく。あと1316か。後ろからチャイ出して
フグ誘ってしっかりと右手で受けてカウンター。ここはダメージ食らう。こっからですね。ジャイを出してあげて、はい、ボーズで、マスキが残ってここにドリンクを追加してあげて、ミンピ行け、ミンピ行け、オッケー、ナイスゲーム、オッケー。まあ、あれっすね、細かいデッキに対しての崩し方、まあ今のは多分レベル関数と同じ関数でも変わらなかったかなって気がするんで、まあこうどんだけね相手に嫌な攻め方をさせれるか、相手が嫌な攻め方をできるかっていうところですね。てな感じで、このジャイサンスペデッキぜひ使ってみてください。では、また明日からね、投稿頻度増やして頑張っていきたいと思います。では、おつめし。